足痩せしたい人はスクワットより今回のランジがおすすめです。はい、皆さんこんにちは、タートルです。本日の内容なんですけども、毎日1分足痩せランジを紹介します。まずこのランジのメリットはですね、スクワットの難しさに比べてランジは割と簡単でピンポイントで効かすことができます。最大のメリットとしては筋肉太りしやすい人にはおすすめです。というのもピンポイントで効かすことができるからです。通常スクワットとなると股関節を引く角度、膝の方向、つま先の方向、上半身の角度、様々ね、変わってきます。その分が自分に合ってない位置だったら筋肉太りしやすかったりしますし、お尻や太ももの裏に効かしたいけど前ももだけに効いてしまう、そういった原因が普通のスクワットにはあります。そこで今回のランジは、前ももに効きにくいふくらはぎのストレッチができる、そして行いやすい太ももの裏にピンポイントで効かせられる、お尻、太ももとお尻の付け根を効かすことができます。デメリットとしては股関節の引き具合が悪いと前ももに働きやすいので、そこは注意してください。ではやり方を説明します。通常のランジはですね、肩幅より少し広めにして、両膝こういう感じで体をまっすぐにして、後ろの足の膝を下に落としていくんですけども、この場合前ももと前ももに割と働いてます。足をもちろん広げるとですね、その分前ももがストレッチされて前側の足に負荷が行きやすいんですけども、この時にやはりこの状態でランジをしてもですね、前ももに働いてしまいます。そこでポイントは股関節を後ろに下げるっていうことが大事です。よく膝を出さないようにって言われてるんですけども、膝を出さないようにしても股関節を後ろに引いていないとこの部分にね、効いています。なのでここの内側広筋がポコッとね、ムキッとしてしまう場合があります。そうならないためには膝が出ないようにではなく、股関節の位置をもう少し後ろに引く、膝の位置はあんまり変わらないです。ここから股関節の位置だけをクッと後ろに、お尻を後ろに少しだけね、下げる感じで行うと、ここではなく太ももの真ん中から後ろ、付け根の方にかけて太ももが効いてきます。なのでランジをするときにしゃがんでみて、ここが硬くなっていると股関節の引きが甘いです。ここを後ろに引くとここの力が少し抜けますので、そこを注意してランジをしてみてください。そして膝が出ないようにではなく股関節を引くっていうイメージで、まずランジを行うっていうことと、つま先立ちに後ろの足はね、なると思うんですけども、これをできるだけ足をつけて、かかとをこういう風につける感じで行うと、ふくらはぎのストレッチが同時に行えます。上半身の角度はあんまり前にね、なるんではなく、できるだけまっすぐ。だけど股関節を引く。これで、かかとをつけるイメージ。これでクッと。太ももの裏とお尻の付け根あたりを効かしていきます。通常は膝がこの位置にあっても股関節が前にあります。これ股関節を後ろにキュッと3センチぐらい後ろに引く感じです。そうすることでここに入る力がこっちに移りますので、これでかかとを後ろにつける感じでクッ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 とやっていきます。この時にこの太ももの裏とお尻の付け根あたりが熱くなってくる感じだったら効いてます。前ももが疲れてくる感じだったら股関節の引きが甘いので、もっと股関節を後ろに下げてください。これでランジを行ってみてください。はい、お疲れ様でした。勉強になった方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いします。今みたいにですね、ランジを行う際の注意点、もちろん太ももがね、太くならないよって方は全然もうね、普通通りやっても OK です。ですがここがね、やっぱり気になる、ここに効いてしまう、ここが張りやすい、そういった方は股関節しっかり引いて今みたいにやってください。そしてふくらはぎのストレッチ、
が同時に行えますので、かかとをねしっかり上げて行うんではなく、かかとを下げてランジを行うことで、まあ、同時にねストレッチができるっていう足痩せには嬉しいメリットがありました。まあ、大体ですね30秒ずつ片足を行うとか、慣れてくると片足1分ずつ太ももの裏とお尻の付け根が熱くなるぐらいまで行ってください。ということで今回は足痩せランジの紹介でした。これからも適切なアドバイスを行っていきますので、チャンネル登録されてない方はぜひよろしくお願いします。SNS されてる方はぜひシェアして情報を共有してもらえたらと思います。今回もご視聴ありがとうございました。